皆さん、こんにちは。こんばんは。新作の部屋の作でございます。やってまいりました。フォルツァホライゾン5の時間です。本日トップを飾ります車は、サリーンでございます。サリーン S7、通称サリーン7という車ですね。こちらの車は、日本の国民的アイドルグループのある方が乗っていたという情報が入っておりますが、今は違うそうですけども、日本でこれから見ることができるんでしょうか。多分私は一生見ることがないかもしれません。サリーン7乗ってる方はおられるんでしょうかね。ということで今日はこの車並みにレアな車に乗りたいと思います。その車というのはまだゲーム内のショップディーラーでは買うことができないあの伝説の名車、そう、あの伝説の跳ね馬でございます。その名もフェラーレ F40 コンペティツィオーネ。世界限定19台の激レアフェラーリに今日乗ってみたいと思います。果たしてどんな挙動なのか、どんなエンジン音なのか、そしてどんな運転席なのか、皆さんと一緒に今日楽しんでいこうと思います。それでは皆さん、本日もよろしくお願いいたします。いやいや、やってきましたよ。掘り出し物、ついに最後の1台が完成ということで、まだまだ最後の1台ではないんですよね。ここにね、250GTO っていうのがねあるんですけども、これめちゃくちゃ高いんですよ。はい、優先させたなら2250万円払えと、めちゃくちゃぼったくられてます、これ。レストア業者からね。はい。で、こちらの方が受け取り可能ということで、この右下の車ね、若干シルエットでなんとなくわかるけど、これ、またいつか解放されるのかな。ということで、今から受け取りましょう。1989年の F40 コンペティツィオーネ。こちらを受け取りたいと思います。Here it is! I can't believe we found an F40! Keys are in the ignition! Enjoy!いや、いいですね。これキーはつけたまんま、元オーナー残念がってるやろな。自分が持ってた車が今めちゃくちゃ価値があるよと、そういうふうに言われておりますからね。はい、ということで今日はこちらの F40 コンペティツィオーネに乗りたいと思います。 V8 エンジンで DOHC の4バルブツインターボ自然吸気でございますね。5速ということでかなり、速度はそんなに出ないか、342キロぐらいだったかな最高速。もしかしたらちょっと違うかもしれないんですけども、今日はこちらの世界限定19台の F40 に乗りたいと思います。従来の F40 と違ってこういうダクトがついてたり、リトラクタブルがこういったライトに変わったりとか、F40 とは違うところっていっぱいあります、実はね。そういったところもある程度一緒に見ていきながら今日は楽しんでいければと思いますので、よろしくお願いいたします。それではね、この F40 今からガレージ内でじっくりと見てみましょう。そうですね。見る前に、こういうエンジンルーム、これ多分開くと思うんで、特別な車だけど開くと思うんで、今からね、皆さんと一緒に見ていこうと思います。それでは、ガレージへ、レッツゴーです。はい、やってまいりました。ということで、すべて開けるで全部開くのかな?はい、やっぱりね、ボンネットは開きませんでしたね。で、F40 特有のこのリアの開き方、これたまりませんよね。はい、では今からね、じっくりと見ていきたいと思います。ホイールなんかも全部特注で違うんですけども、あとはほとんどはね、エクステリアの違いっていうのはほとんどエアダクトです。これ、エアダクトがめちゃくちゃついてます。あとはそうですね、フックが前後についているということぐらいですかね。フックがついてて、消火システム、なんか燃えた時の消火システムなんかもついてたりします。なので、すごい安全な車といっちゃ安全な車なんですけど、一旦では助手席の方乗りましょう。で、ここら辺はね、もう F40 とは全然違います。もうレーシーな感じになってますんでね。もともとサーキット用に作った車なんで、もともとサーキット用というか F40 自身が、あのエンツォ・フェラーリがね、そのままね、レースに出られる市販車を作るということで、生涯最後に作った車がこちらの F40 ということになっております。F40 が、デビューした当時は、発売当時は世界最速の市販車と言われたものですね。ではリアの方行ってみましょう。このエンジンルームが美しいんですね、これね。ここから先には行けないので、ね、残念でございます。 V8DOHC 4バルブツインターボのエンジン、後で聞いてみたいと思いますね。はい、こんな感じでかっこいいですよね。格納するとき、これまず開けるとき本当どうやって開けるんでしょうね。これ人力で開くのかな。たったこの2本で支えてるの、支柱2本で支えてるの。そんなにバネが強いのかな。これすごいですよね、これね、本当。
すごいですね。で、こちらの F40 のコンペティツィオーネ、これは F40 とちゃんとね、ウィングのところに、ロゴが入ってます。で、リアスポイラーも、これもね、特注ということになっております。あ、言い方悪かったですね。普通の F40 もね、F40 のロゴは刻印も入っておりますんでね。で、コックピットはこんな感じです。かなりスパルタンですね。では、早速エンジンをかけてみたいと思います。あ、もうレーシーですね、これはね。これもそこそこね、いい音するんじゃないかなと思います。で、ちゃんとね、ロールバーついてます。乗員保護の観点からね、ロールバーもちゃんとついてます。ミッションが5速ですね。5速ミッションということになっております。クラッチ硬そうやな、これ。はい。ではですね、今から一旦カスタム項目に行ってみたいと思います。あとはまあ、変わったところっていうのはまあ、この足回りとかも変わってますけど、まあ、そんなにカスタムするところってないですよね。スプリングぐらい、いや、ちょっと待って、これ普通に変える必要ないかもしれんね。もともと完成形だわ、これ。完全にノーマルでいいかもしれませんね。足回りはノーマルで大丈夫ですね。では今からカスタム細かく見ていきましょう。さあ、アップグレードなんですが、ボディキットはやっぱりなしですね。まあ、あるわけがないですね。フォルツァ仕様はあるのかな、これ。はい。では、足回り関係、ここら辺ブレーキ関係なんですけども、ここはまあ変える必要はないかなと思いますね、これね。変えるとまたえらいことになってしまいます。で、ここも先ほど見ましたけど、変える必要はないということになります。こんな車をオフロードで走らせたらえらいことになりますよね。で、タイヤホイールも変える必要ない。あと、ここですね。はい。乾燥もこれ変えることないんじゃないの、これ。一応変えれるのか。あー、レーシング V12。これ音変わりそうですね、これは。まずは、普通に V8 DOHC ですね。いい音するやん。はい。では、レーシングカーになります。V12 です。イメージ的にはこっちの音しそうやけどね、この F40 コンペティツ用ね。若干なんかFXXK みたいな音がするね。FXX みたいなね。はい。まあ、そんな感じですね。で、このまま特に変えるところは何もなかったですね。今回何もなかったです。で、フォルツァ仕様のカスタムもなかったですね、ほとんどね。うん、特に何もなかった。で、駆動系とかもいじる必要は全くないですので、このままもうカラーの方に行きたいと思います。で、カラーも特にペイントすることはないんで、まあ、やっぱり F40 っていうのは、まあ、この赤色の方が似合うんじゃないかなと思います。まあ、ありますよ、実際。黒の F40 もあるし、こういう白の F40 もあるし、コンペティツィオーネにあるかどうか謎だけど、こういう黄色とかもね、あったりしますんで、これちょっとまたひどい黄色やな、これ。あと青色とかもこれもう、ね、あのブルーコルサの色を作れないからね、これね。かっこいいっちゃかっこいいけどね、これ青色でもね。うん。はい。でもなんか、今の最新のフェラーリは青色でもかっこいいけど、この昔のフェラーリ青色っていうのは少し違和感があるかなっていう。まあ、ちょっと若干私の個人的意見も入ってますけどね。はい。こういったところもね、選べますけども、赤色でいいんじゃないかと。ウィングなんかも、これはペイントできるウィングありませんですからね。はい。ホイールもこれ多分黒にすることはできるけど、これはもう本当に黒にしなくても、黒の方がレーシーですけどね。めちゃくちゃかっこいいけどね。なんか速そうな感じして。これ確か18インチかな ?18 っぽいですよね。うん。なんかそんな感じしますけどね。で、ブレーキキャリパーの色変えれますよと。これはまあ、色は変えれますけども、特に変えなくてもいいんじゃないのかなと思ったりはするんですけどね。まあ赤に赤でもかっこいいけど、ロゴが消えますね。ロゴが。ブレンボのロゴが一緒に赤色になってしまいます。これ通常だったら白いペイントになるんですけども、色が赤から変わりませんね。これ、他のメーカーだったら大丈夫なんだけど、フェラーリだけなぜか、このブレンボのロゴが変わりませんね。赤のまんまですね、これね。うん。これはちょっとあまり良くないですね。赤にすると、ちょっと目立たなくなるんで。はい。これはまあ、いじりませんということになります。
どうですかね、これほとんどいじることないですよね。うん。あと、まあ、フォルツァビスタで、はい、こちらで見るとすれば、あと違いっていうのは、この窓ガラスですね。窓ガラスが、これアクリル製になってますということで。まあ、スライド式ですね。スライド式になってますよということぐらいで。まあ、内装なんかはもう皆さんね、すべて、まあ、ご存知だと思うんで、内装の F40 との違いは割愛しますけども、こんな感じですね。まあ、一番の特徴はもうエアダクトとリトラクタブルが、まあ、消えたということぐらいじゃないでしょうか。ねえ。他にもね、この形に似た F40 の F40 GTE とか、まあ、F40 の LM とか、あとはまあ GT カーですね、F40 GT っていうのもあったりしますんで、これは F50 GT なんかにもあるのと一緒ですけども、まあ、そういった感じでいろんな車が、まあ、いろんな派生モデルがあるということになりますね。それでは今からですね、すべて開けるではなくて、もう外に出ちゃいましょう。この F40 に乗ってね、しっかりと外に出て、音を聞いてみたいと思います。さあ、もう毎日毎日高級車、スーパーカーを納車して本当素晴らしいですよね。では行きましょう。今からですね、メキシコの街走ってみたいと思います。さあやっていきましょう。夜明けですね。夜明けで天気がいい、最高じゃないですか。さあ行きましょう。どんな感じですかね、F40 コンペティツィオーネ。あ、いいですね。だいぶ走りやすそうな感じ。音もいいかな。あ、音もいいね。なんかお腹の底から吹き上がってくるかのような振動が感じられるというか、なんかいい感じですね、これ。音良くない？結構。あ、シフトダウンの音とかいいね、これ。いきますよ。お、いい音する意外といい音するやん、これ。これレッドゾーンとか長めに引っ張った方がいい音するかもしれんね。いや、いいやん。夜明けいきなりフェラーリで大爆走、最高。雨降ってきたわ、雨降ってきたわ。これやばいよ。これ雨が降ったら F1 レーサーでも難しいと言われる車ですからね。さらにそれのサーキットバージョンですから、これはもうたまりませんよ、これ。ジュリア大丈夫か、本当に大丈夫？雨降ってるけど。はい、では行きましょう。スタートです。5速なのかもったいないですね、これ。すぐ限界来ちゃうよ。やっぱり路面がウエットだったら避ける時の挙動も変わってきますね。あ、でもこの夜明けな感じも綺麗ですね。夜明けで雨が降ってるこの道路がウエットの状態もグラフィックすごい綺麗ですね。360キロぐらいは出るみたいな感じですね。はい、これ以上はね、あまりエンジンがオーバーヒートしちゃうとあれなんで、シフトダウンしていきたいと思います。ブレーキランプの点灯もね、どんなんか見ていただければと思います。ブレーキこんな感じですね。あ、ごめんごめん、見てきたごめんごめん、見てなかった。もうブレーキランプ見てた、ごめんなさいごめんなさい。はい、もう一回いきますごめんごめん、ブレーキランプを見てました。大変申し訳ございません、失礼いたしました。はい、では今からね、シフトダウンしていきたいと思います。すごいいい音するよね。いいやん、これ結構運転席視点だったらいい感じじゃないか。それでは今から雨の中、このフェラーリ F40 コンペティツィオーネで高速道路を時速360キロで駆け抜けたいと思います。それでは走っていきましょう。危ない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 、走っていきますよ。あ、いい音するやん。
早いな、あの P1 早いな。ちょっと一旦シフトダウンしますね。いや、これいい音するな、コンペティションね。いや、これマジでいい音じゃない、これ。近年まれに見るというか、久しぶりに結構ハマりそうなエンジン音ですね、これは。いや、これいい音やわ。いや、これは使える。この F40 コンペティションでマジで使える。いやでもね、さっきからエンジン音が良すぎて走り回ってるんだけどしかもこの雨上がりというか雨降ってる状態ってかなり綺麗ですよね、グラフィックで。車体にも当たるしさ、この水玉がなんか非常に綺麗というか、乱反射してめちゃくちゃ綺麗というか、この雨が上がった後のこの太陽、これたまりませんよね、これね。このカットとかめっちゃ綺麗やん。しかもこれ音良すぎるってマジで。これ F40 コンペティションね、これは F50GT とかもかなり期待できますね、これは。いや、これかなりいいよ、これは。しかも結構あれですね、低速でレッドゾーンまで引っ張ってくれるよね、これね。いやー、これはいい音やった。いや、いい車やわ、これ。これ今のところフェラーリで一番いい音するんじゃない、これは。これはすごいわ、マジで。この車すごい、すごいわそれ以上言われへんわ、これすごいな。皆さんお疲れ様でした。ちょっと待て、これはなんだ、なんで水がついたままなんだ、これは。これはなんでだ、これバグの一種か。これはバグの一種ですね。ガレージ内でも雨が降っている。まあ確かに雨で濡れた車をガレージに格納した直後はこんな感じになってますけどね。いや、そこをリアルに再現していただいたということでしょう。直す気もないでしょうね。はい、ではですね、皆さんお疲れ様でした。柵の部屋に帰ってまいりました。お帰りなさい。ということで、もともとこちら F40 だったんですが、まあ創業40周年を記念して、まあ、発表された F40、 これの派生モデルということで、ペニンファリーナデザインの F40 コンペティツィオーネがここに誕生いたしました。まあ、先代は 288GTO で、この後後継に F50 というのが出るんですけども、これコンペティツィオーネ本当にいい音しますね、これは。ね、もうちょっと資金力がついたらフェラーリ全部制覇しますんで、その時いろいろな検証をしていきたいなと思っておりますね。で、これ大型のディフューザーなんかも、これ言うの忘れてましたけど、本当にすごいなと思います。いや、本当にね、この最後、この水玉バグ、この水滴バグが少し最後残念なんですけども、今日はこのコンペティツィオーネのエンジン音が最高に素晴らしかったので言うことなしです。もうこの水滴なんてどうでもいいです、もう許します。はい、ということで、また次回もこちらへ、フォルツァホライゾン5、ぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。新作の部屋のサクでした。